皆さん、こんばんはです。今、何時ですかね。今、11時前ですかね。ちょっと画面見切れてすみません。ちょっと、YT ブロス、ゆきやん。僕の名前、YT ブロス、ゆきやんって言うんですが、ちょっと皆さんに一個言わないといけないことがあるんで、ちょっと聞いてもらっていいですかね。さっきお風呂上がりまして、まあ、髪の毛拭いたり、体拭いたりね。で、今、服着替えて、今、寝巻きの状態なんですよ。で、髪の毛も乾かしたところなんですが、ちょっと一個皆さんにちょっと共有っていうか報告しないといけないことがあって、ちょっと今この動画回してる感じなんですよ。っていうのが、ちょっと今、ここありますね。ここあるので、ちょっと撮りますね。実はユキアンドライヤーした後、これ塗るんまで忘れとった。ということで、いつも通りやっていきましょう。お相手ブラスイキアンです。ポーポーポー、パラララララ。どうもです。いつも多分ね、右と左でカメラ目線がわかりませんが、こんな感じのね、またいつも通りの Vlog 形式になっちゃって、ちょっと申し訳ないんですけど、これやりながら、ちょっと皆さんにお話ししたいことが、まあまあ、ないんですけど、正味言うとね。This is Jumping Pom Pom。まあ、ゆっくりこうやってみんなと喋っていけたらなと思います。あ、違うわ。ほんまにありましたわ、皆さん。なんやろ、まあ、6月入って、で、もうすぐで7月に入るじゃないですか。ってなった時に、7月に結構大事な用事があって、僕もしかしたら、なんていうんですかね。言葉ですぐ表せれるも、世の、ようなもんじゃないんですけど、ちょっと金持ってほんまに申し訳ないんですけど、実は、7月4日、ファーストミニアルバム、初めての、初のファーストミニアルバム、ストリーミングサイトで配信するでー。こんばんは世界やで。こんばんは世界やで。そうなんですよ、皆さん。TikTok ライブとかでね、だいぶ告知していってますが、ここね、今パンって出てます、と、ここに出てます。このファーストミニアルバム、ぬくもりが7月4日、日曜日ですね。祝日ちゃうわ、週末、上がります。リリースします。ありがとうございます。ありがとうございます。え？ありがとうございます。ありがとうございます。で、初めてのファーストミニアルバムということで、結構ね、そのタイトル名とか、テーマをいろいろ考えながらやっていったんですけど、やっぱこういうね、コロナ禍の状況であったりとか、やっぱその不況な中ね、やっぱなかなかこう、ね、会いたい人に会えないとか、いろいろやっぱこう、思い詰めることが多分たくさん皆さん持ってる、抱えてたりね。特にですけど、まあ、金銭面とかもそうですけど、やっぱり人間関係って、どんだけ年老いてもね、どんだけ金を稼いでたとしても、やっぱ人間関係とか人のぬくもりって、なかなかこう、お金とかでね、買えるようなものではないので、人間関係を作り上げたり、新しく友達を増やしたりとかね、彼氏彼女に愛を伝えたりとか、旦那さん、奥さんに愛を伝えることってなかなか難しいっていうか、表現しにくい部分があると思うので、そういうのをテーマにしてね、人と人とのぬくもり、人と人とのぬくもりじゃなくても、人と物でもいいですし、人とね、なんか飼い犬とか、ペットのとの間のね、そのぬくもりとかをテーマにして作り上げた6曲になってます。ここ改めて今、ジャケット出てますが、この左にね、上から順番に6曲収録で、セトリ順でこれ書いています。ぬくもり、シーン、巡り合い、リメンバー、フラッシュライトで、マイトレジャーオブラブっていうね。初めてのそのアルバムなので、そのセトリとかいろいろ考えたんですけど、やっぱりその、いっちゃんはじめは、タイトル通りね、一番のぬくもりとは、何ぞやっていう、そういうのをテーマにした曲を僕一人で今ソロで歌います。で、これ実は言うとね、皆さん、聞いて驚くと思いますが、アニーヤン作詞です。すごいですね。ありがとうございます、アニア。え？ありがとうございます、アニア。そうなんですよ。アニア初めてではないですね。セカンドシングル、カンバイン6は、まあ、アニアが8割、9割以上の作詞を手掛けてくれて、僕がちょっとそのメロディーに合わせてね、編曲っていうか、作詞をね、手加えてっていう感じでしたが、今回はもう完全にアニアの 100% アニア作詞です。初めてで、そのアニアもね、不慣れやと思うんですが、結構ね、その言葉の表現であったりとか、その思いとか結構ね、パンチ詰まったような歌詞になってるので、皆さんぜひとも、それをね、僕がメロディーとかつけて、歌う表現とかをね、加えて、皆さんの心に届くような曲にしたので、ぜひとも聴いてください。で、そして2曲目、シンね。シンはフューチャリングキーナ。今回だから、そのファーストミニアルバム、キーナっていうね、その女性のシンガーアーティストと、フューチャリングすることになっていまして、2曲目はシンっていうね、僕ら YT ブロスの愛犬であったシンっていうね、心と書いてシンっていうね、ミニチュアシュナウザーの犬がいたんですけど、結構長生きしてくれましてね、16歳
ぐらいでしょうかね。16歳、17歳ぐらいで、まあ、なんていうんですか、天に召したっていうか、まあね、亡くなってもうて。で、その、まあ、犬に今、こう、2年前ですかね、亡くなったのが。こう、やっぱ音楽活動するにあたって、やっぱその、今後だから僕が大人になったとしても、仮にその、まあ、僕の両親ですね、おとん、おかん、パパ、ママにね、残せるもんがなんかあったらいいなと思ったり、今後だからその孫とかできた時に、ずっとね、シーンは僕らの家族の一員だよっていうのを、まあ、教えるためにも、歌詞にしたいなと思って、結構思いを込めて作りました。僕のね、だから小学1年生ぐらいからずっとね、いたので、本当にもう物心ついた時からシーンはねずっと僕らの家族でいてまして、そういう思いをいろいろこう詰め込みたかったんですが、やっぱ曲ってなると結構ね、まあ短いスパンっていうか表現がしにくい部分なので、なるべくもうほんまに珍しく 3,4 日かかって歌詞を書きました。なので結構思いがこもった曲になってます。それが2番目の2曲目のシーンです。で3曲目、これもシーンもね巡り合い、あ次も 3曲目巡り合いなんですけど、シーンも巡り合いもその YouTube でね今流れてるデモが、僕がオンリーで歌ってる曲、みんな多分聞いたことあると思うんですけど、めぐり合いはね、やっぱコロナ禍の状況とかで、なかなかその彼氏、彼女とか、旦那さん、奥さんとかね、まあ遠距離であったりとか、単身赴任とかですか、単身赴任とかでなかなかね、パートナーとかに会えない状況になっている方とかもいてるので、そういう方のためにも、やっぱりこう僕がその音楽、歌を歌ってる身として、代表としてね、やっぱその僕、そのみんなの代わりに、僕が歌で届けたいなっていう気持ちがあったので、ああいう歌を作りました。YouTube 上のね、僕やったら、そのずっと僕の声なので、なかなか表現ができない部分があったんですけど、今回ね、エンジェルボイスでも、心の表現をね、歌声に変えれるっていうね、もう完全なもうシンガーですよね。そういうキーナが代わりにね、歌ってくれたりとかしてるので、だいぶ表現がついて、皆さんの心にだいぶ届いて、その、温かみとかね、ぬくもりが感じられるのちゃうかなと思って、3曲目にしました。そして4曲目は、もうこっからは多分もう皆さん知らない曲やと思うんですけど、リメンバーっていう曲があります。リメンバーはね、まあ、夏前ということなので、まあ、夏ですけど、ちょっとだからその失恋ソングと言いますかね、そういうのをまあ、2人で歌ったら面白いんちゃうかなと思って、僕が作詞して、リメンバーっていう曲を書きました。まあ、そのね、捉え方、人それぞれの捉え方になるんですけど、失恋であったり、まあ、次行こう、頑張っていこうとか、まあ、そういういろんな捉え方ができると思うので、ね、皆さん一人一人、ファミリーの方もそうですし、リスナーさんとか視聴者さんの方にいろんな感じでいろんな感覚とかいろんな価値観で捉えてくれたら嬉しいかなと思います。それが4曲目のリメンバー。そして5曲目ね、今ここずっと横に出てると思いますが、フラッシュライトっていうね、この曲名タイトルだけやったらなんぞやってね、全然その夏感もないしぬくもり感もないやんって思うんですが、まず初めに一発目に言いますと、僕の初めてのもう完全バラード曲を作詞しました。完全バラード曲、初めて僕が挑戦して作詞した楽曲になってます。まあ元はね、大体のあらすじとか大体の作詞は、キーナがやってくれたんですが、それを完全に僕が作り直したっていう感じになります。メロディーはキーナが作ってくれたりとかして、もう二人で完全に一緒に作ったっていうのがフラッシュライトになってます。まあそのフラッシュライトの、まあ、タイトルにもなってるんですけど、点滅する光ね、これの意味とかをいろいろみんなそれぞれ多分価値観が変わって、その感覚が違ってね、の捉え方が変わると思うんですけど、そういうのもまあ楽しんでゆっくり聞いてくれたらいいと思います。何回も聞いたらわかるこの寂しさとか切なさとか、そういうのをテーマにいろいろ書いてますので、よかったら聞いてください。そして最後の6曲目。これはもう完全にもうキーナがもうソロで歌ってる曲になってます。My Treasure of Love。これはね、もう完全にもうそのキーナの実話の実体験の話をね、もう完全に歌詞に書いて、キーナに表現して歌ってもらってるっていう曲になってます。一番最後のね、まあフラッシュライトも結構バラード曲になってるんですけど、My Treasure of Love は一番切なソングになってるので、よかったらね、こう上から順番に聞けば最後ね、今こう聞き終わった後にこう大切にしてる方であったりとか、これからま子供が生まれたりとか、お子さんができたりとか、兄弟姉妹でまあ、父親母親ね、両親とか、まあ、動物でもそうですけど、いろんなこう巡り合いの中で生きてる人生なのでね、人間はそういう今まであった一回でもあったら、もうそれはもうそのなんやろ、あなたの人生の一部分になるので、そういうのをねテーマに聞いてくれたらなと思います。まあ、最後ほんまに全部聞き終わったら号泣やと思うので、皆さんね心してかかっといてください。YT ブロス今までね結構なんか点上げとかそういうねノリノリな曲しか作ってきませんでしたが、今回は恋愛をぬくもりをテーマにしてるので、ぜひとも皆さん泣いてってくれたら僕は嬉しいんです。よろしくお願いします。これが言いたかったことです。ちょっと汗かいてきた、汗かいてきました、熱くて。そんな感じになってますので、皆さんよかったら7月4日ね、また改めて言いますが、
7月4日、7月4日日曜日ね、YT ブロスファーストミニアルバムフューチャリングキーナぬくもりがリリースされるので、よかったら皆さんいっぱい聴いてください。お願いします。ファミリーは最低ね3回聴いてくれると僕嬉しいです。よろしくお願いします。ストリーミングサイトでね、 Spotify、Apple Music、LINE Music、Amazon Music、YouTube プレミュージックとかね、いろんなストリーミングサイトで聴けるので、 YT ブロス、 YT ブロスと検索したら聴けますので、よかったらご視聴ください。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとね、たまにはちょっとユキヤンの真面目トークもまあ聞いてほしかったので、ちょっと今足の皮めくりながら喋ってますが、すいませんね。よかったら、面白かったはないか、面白くはないけど、まあ心に刺さったりとかね、なんかこう応援したいっていう方がもしいたら、ぜひともグッドボタン、高評価ね、あとまあコメントとかいろいろ待ってます。ではまた明日の動画でお会いしましょう。こんばんは、世界やで、 YT ブロース。